お待たせいたしました。特急白鷹10号金沢駅です。ご乗車くださいましてありがとうございます。次は直江津です。直江津13時29分、糸魚川13時52分、魚津14時23分、富山14時35分、高岡14時51分、終点金沢到着15時16分です。お乗り換えにつきましては、その都度ご案内をさせていただきます。車のご案内をいたします。電車は6両で運転をしております。一番前の車から1号車、2号車、3号車、一番後ろ6号車です。自由席は後入り2両の5号車と6号車、指定席は前の方1号車から4号車です。そのうちグリーン車一番前の車です。号車番号出入り口上の方に数字で表示しております。車内はトイレ内デッキを含めまして禁煙です。客室内の携帯電話の通話は周りのお客様のご迷惑となりますので、デッキでお願いいたします。食堂車は繋いでおりませんが、ワゴンの車内販売の乗車がありますのでご利用ください。この電車は六日町から犀潟駅の間は第3セクターの会社線、北北線を走行いたします。この会社線はトンネルが長く携帯電話の通話ができにくくなりますのでご了承ください。六日町は12時52分に通過いたしまして、犀潟駅付近13時20分頃まで長いトンネル区間が続きます。携帯電話の通話ができにくくなりますのでご了承ください。Thank you.
に到着いたします。忘れ物、落とし物をなさいませんようご支度ください。直江津の次は糸魚川です。糸魚川、魚津、富山、高岡、終点金沢の順に止まります特急白鷹10号です。お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。特急白鷹10号金沢駅です。直江津駅にて乗務員が交代いたしました。これより JR 西日本の国際が終点金沢までご案内いたします。ご用の際はお気軽にお申し付けください。違うよ。
18分、着きました同じ乗り場、1番乗り場。